論文っていうのは断言します。日本で一番難しいです。慶応小論文対策で検索なしで合格はまあ無理ですね。なおじゃ篠原です。今回は慶応大学の小論文対策について話したいと思います。多分ね、俺の生徒の方でこちらですね、慶応めちゃくちゃ受かってるんですよね。めちゃくちゃ受かってて、その中でもう分かってることがあるんです。それは何かというと、まず傾向を踏まえるということ。そして、暗記で済むところを暗記すること。そして、添削を受けること。もうこの3つのステップなんですよね。正直言うと、あとプラス運がいるんで、これだけで受かるとは言いません。まだ英語とかね、他の教科でしっかり点を取り、かつ、国立の併願で受けるっていう場合は国立の方をしっかり仕留めていただいて、ある程度リラックスして慶応を受けれるようにしていただきたいなと。慶応が本命だよっていう私立の専願の場合でも、マーチを確実に抑えることで、慶応のこの小論文、リラックスして解くことができるんで、こういう状態にしてベストコンディションで臨めるようにしてほしいんですが、慶応の小論文っていうのは、断言します。日本で一番難しいです。これぞれね、傾向をまず話していきたいと思います。まず文学部。文学部は人文系プラス教養ということで、これがね、他の慶応の小論文とちょっと違うのが、本文に準拠しすぎないような傾向があります。まずテーマとしては文学部なんで人文系ですね、が出るんですが、さらにその人文系でよく言われてるテーマがあります。例えば言語だとか、よく現代文で見るテーマですよね。そういうのがとりあえず聞かれた上で、それを踏まえてで、あんたどう考えるのということを聞いてきますね。文学部はですね、本文自体も非常に難しく、内容としても非常に高尚な内容を要求される上に、他の受験生が結構バチッと対策してるんで、レベルは非常に高いというところになりますね。それで、経済ですね。経済に関しては、比較的文字数が少ないんですが、時間制限も短いという傾向があります。本文が与えられて、その要約を仕上がれというのが、だいたい200字から300字ぐらい、33% ぐらいですね。で、あんたどう思うのっていう意見を要求してくるのが 66%、400字ぐらい書けという風に言ってきます。慶応の小論文、経済学部の場合、この意見と要約で、どっちをどのぐらい書けというのを結構明確にバチッと指示してくれてるんで、この分やりやすいと思いがちなんですが、正直法とか文とか、まあ SFC の方が正直個人的にはしんどいかなと思いますね。なので、慶応の小論文の中では、これで一番マシという、非常に高いレベルの中で一番マシな感じがしますね。でもね、そうやって思いがちなんですよ。思いがちなんですが、やってみてください。結構難しいですからね。それで、小学部はですね、ほぼ記号です。小論文って言っときながら、ほぼ記号問題というね、変わってんなーって感じですけど、そういうちょっと奇抜な傾向が出ます。というか、そもそも小論文ですらないですからね、論文テストだったかな、テストの名前がね、なんやそれっていうふうに思いますが、かつ、ちょっと正直、慶応の小を受ける場合、数学できないときついです。内容的に、ほとんど共通テストっぽいような、数学のような問題が出ますんで、最低でも 1A はできないとまあ無理かな。なので、慶応の小学部に行きたいっていう場合、数学苦手なんですけど小学部行きたいですっていう場合はもう無理ですと。諦めてください。別の大学にしてくださいという話になっちゃいますね。行きたいんだったらちょっと数学は頑張ってくれというところになります。ただですね、まず慶応の小学部って一応慶応の文系の中では比較的まあ受かりやすい方とされてますし、記号ですから比較的対策もしやすいというところになってきますね。記号なので自己採点しやすいですからね。小論文って基本自己採点ができなくて困るんですが、唯一添削がいらないかなとは思います。もう自分で勝手にやってある程度なんとかなるっていう感じですがね。で、続いて法学部。法学部に関しては社会科学系の文章が出ます。体感すごい多いですね。書かないといけない文字数がすごい多いんですが、内容としては要約を400字でした後で、あんたの意見はっていうことを600字で聞いてくるということで、1000字書かないといけないと。1000字って原稿用紙2枚半ですからね。夏休みの読書感想文とかですよね。中学生がやる。中学生だったら夏休み30日間かけてやることを試験時間内でやれという、非常に過酷な、で、内容としてもかなりレベルの高いものが出てきますので、難しいんですが、比較的ロジカルにやっていければ答えにたどり着くことが多いという印象もあります。なので、法学部、法律ってまあ言ったら大人の口喧嘩なんで、大人の口喧嘩をこれからやるってことは論理ロジカルでいけるんすよね、あんたと。その能力見ますよっていう感じですかね。内容的にも法学部受けるんだったら比較的興味があるテーマが出るんじゃないかなというふうに思います。そして SFC ですね。SFC はは総合政策と環境情報で、総合政策は垂直思考、環境情報は水平思考を問う問題を出します。それぞれ初めて聞いた日本語だと思います。垂直思考っていうのは A だから B、B だから C みたいな感じですね。例えばですが、今晩カレーよ、お使いに行ってきてと母ちゃんに言われたとしましょう。そしたら、買ってくるものは何かなと考える。カレーだからカレールーと米がいるなと。あと、じゃがいも、人参、玉ねぎ、牛肉がいるなとかね。さらにそっから、じゃあそれを買わないといけないんだけれども、近所のスーパーに行くかコンビニで行くか、コンビニに米とか売ってないし、まあ売ってたとしても高いだろうと。だからスーパーに行くぞと。スーパーに行くとしたらどういう道で行くのか、電車を使うのか、チャリで行くのか、そんな感じですよ。総合政策、一応政策という言葉があるように、いわゆる公務員とかね、官僚とか、あるいは政治家になるという風に考えた時に、やっぱりこうだからこう、こうだからこうっていう、ロジカルで置いていかないと、その税金の使い道として国民が納得できないじゃないですか。なので、ロジカルでポッと置いていくような能力を問う。これが、総合政策になってきます。一方で、環境情報は水平思考ということで、いきなり答えドーンみたいな感じなんですよね。過去の例で言うと、絵が紹介されて、この絵の物語を描け、1400字とかね。なんやそれと。ちょっと困りますよね。絵を描いてもいいとかね。その物語の中にイラストが出てきてもいいとかなんですよ。こんなのね、受験に慣れてたらわかるんですけど、イラスト描けって意味じゃないですか。絵心まで要求するってて、あんた、そういう問題なんですよね。これは厄介だということで、多分ね、エジソンみたいな人を育成したいんでしょうね。そういう天才というか、時代を変える天才、ジョブズとかね、こういう感じの人を育成したいのかなっていう感じが見え隠れする。それが SFC になります。ということで、まあ大体の傾向を話しました。で、普通の小論文の場合、はい、じゃあやってみてくださいと、実際の過去問入ってみてくださいっていきなりやってもらって、意外といけちゃったりするんですよ。普通の大学はね。ところが、慶応はそうはいかないんですね。それぞれ暗記事項を暗記しないといけないというところになってきます。まさにこの社会科学系の知識だとか、あるいは人文系の知識だとかっていうものは、もともと頭にある程度知識を入れておかないといけないんですね。適した知識を入れていきましょうということになります。これはね、小論文関係のそういうね、知識を入れましょう的なものいろいろあるんですが、一番時間がかからないのは公民の教科書になります。公民の教科書だとね、こういう社会科学系に関しては会計知識手に入れることができますし、あるいは現代文の勉強をしっかりやるっていうのもこの適した知識を入れるのによってつけです。まさにこの人文系のね、知識なんかは現代文で勉強できますし、そこで勉強したことが例えばですが、この慶応の経済のこの要約のところとか、法学部のところも要約が出ますし、文学部も結局要約しないといけないんで、ほとんどの学部において要約をするとなった時に、現代文の要約問題をやってると、やっぱり効果的というところにはなってきますね。ただね、これは他の大学をどこ受けるのかにもよるんですよ。例えば、東大を受ける場合、東大は大問1の最後の問題が、要約問題が出ます。なので、要約結構がっつり勉強するんですよ。どうせ東大だったら。だったら、もう、そのまま現代文中心の勉強で、その流れの中で要約で結構がっつり点取っちゃってくださいと。自分の意見のところに関しては、こっちも添削で見るんで、もうそれでいいんじゃないですかねっていう話になりますし、冒頭紹介したような、慶応の文学部に僕の生徒受かったんですが、この生徒は京大も受かりました。この生徒の場合、もともとそういう文学が好きで、哲学的なことが好きで、だから京大に行ったんですけど、もともと趣味で哲学書とか読んじゃうようなタイプなんですね。なので、もうここは十分あるよねと。だから、もうあとはもう演習だけで大丈夫ですよと、国語力とかもあるんで大丈夫ですよっていう風になります。一方で、環境情報に受かった僕の生徒の場合、決してそういうタイプではなかったんですね。背景知識は結構がっつりあってっていうタイプではなかったわけなんです。なので、結構小論文用の教材っていうのをいろいろ提案しましたし、ほとんど自分の生徒が SFC とかに受かってもらおうと思ったら、こういうことをやっていくのが基本になってきますね。慶応対策よくわからないと、この小論文でどういう教材使ったらいいかわからんとかね。あとはね、現実的に他の教科がありますから、英語とかそういう他の教科をやっていく中で、どうやって慶応対策したらわからないっていう人はこちらですね。僕の方で無料電話相談やってるんで、これぜひ申し込んでください。こちら、この LINE の画像、QR コード読み取っていただいて、スタンプ1個送ってくれたら、そこから予約制で無料電話相談やってるんで、慶応にこれから受かるためのその方針をね、提案しています。正直ね、多分周りに慶応に何人も合格させてきたって先生あんまりいないと思うんで、ぜひこの無料電話相談申し込んでいただいて、あ、こうすればいいんだなっていうのが分かった状態で勉強してもらえたらなというところですね。この傾向を踏まえ、それに適した知識を入れた後やるべきなのが、もう添削と。過去問演習をやってガンガン添削を受けてくださいねというところになっていきます。ここで身につくのは何かなんですが、まず一つが純粋な誤字脱字が減ります。これは何かというと、誤字脱字があると、僕自身ね、いろんな生徒をもうそれこそ見てきてるんでわかるんですけど、誤字脱字がある答案はもうその段階でこいつ落とそうと思うんですよ。あー、誤字してるなと、マイナス1点じゃないですか。ところがモチベーションとしては、あー、こいつ誤字してるなと、脱字してんなと、どうせ論理の方も漏れ抜けあるんじゃねえのと、書いてる内容も大したことねえんじゃないかなと思いながら読むわけですよ。これが誤字脱字を一切してない文章だったら、おそらく内容もちゃんとしてるんじゃないかなと思うんです。ところが誤字脱字がありまくる文章だと、もうこいつ絶対落としてやるぞと。誤字脱字してるからどうせできねえんだろうという先入観で読むんで結果点が取れません。なので、誤字脱字に関しては非常にシビアに見ていく必要があります。続いて論理の飛躍ですね。論理の飛躍に関しては、これは他人が見ないとわかりません。正直、自分で書いてる小論文は自分が書いたものだから、それはいい答案だと思って書いてるわけですよ。ところが他人が見ると、いや、なんでこう書いたの？これおかしくない？っていうところいっぱいあります。大体、最初はね、誤字脱字もしまくってるし、論理も飛躍しまくってるんですよ。なので、それをこう指摘していく中で、ああ、やっちゃった、みたいな感じで直していく。このペースで大体体感1ヶ月はかかりますね。逆に言うと、1ヶ月ぐらいで、まあ少なくとも俺はですけど、ある程度は修正できるんで、でも1ヶ月はかかるかなっていうふうに思います。そして、ここから発想のヒントですね、を得る段階になってきます。例えばですが、この文章をいろいろ読んでいく中で、自分の意見書けと言われた時に、もうこうバーっと、まあある意味気持ちよく書いていくわけなんですよ。気持ちよく書いていくと、ここでね、論理の飛躍に関して指導してるんで気づくんですよね。あれ？これ理屈おかしいなとかって気づくんですよ。で、気づいて、どうしようと思ってそっちをやめたりとかね、そういういろいろなことをやっていくんですが、こういう考えで書いていけば楽に書けたよねとか、こういう論理展開にしていけばスムーズだったんじゃないっていうのがあるんですね。大体これの指導をするのにプラス2ヶ月から長くて4ヶ月ぐらいかな、かかるっていうところになりますかね。つまり発想のヒントを、この文章の場合こういう感じで書いていけばよかったよねっていうことを学んでいただいて、あ、そうっすね、確かにっていう風になって、また添削して、またそういうヒントみたいなものがあって、他にもこういうことも書けた、こういうことも書けた、こういうことも書けたと。で、今回この A というルートで書いていったけど、多分 B の方が書きやすかったよねとか、そういうような発想のヒントに当たるところ、あるいは背景知識、そういうものをお伝えしていくっていう段階になってきます。ラストがね、癖字なんですけど、これラストというか、まあこれやっていきながらなんですけど、例えばね、これ見てもらったらわかる通り、これ、俺自身の癖字なんですが、ゴンベをね、こう書くじゃないですか。僕ね、こうしちゃうんですよ。これなんか中国語っぽいやり方なんですけど、中国語っぽく書いちゃうんですよね。生まれも育ちも日本の純粋日本人なんですけどね。なんか中国語っぽくなっちゃうんですよ。どうしてもこんな感じでなっちゃうんですよね。これがね、読みにくいんです。というのも、今回はホワイトボードにこうやってお伝えする形式だし、話しながら書いてるんで、ある程度ね、癖字でもまあまあ構わず書いちゃってますが、実際の試験の場で癖字を書くと、うわ、読みにくいな、こいつと。なんて書いてそんねんと思いながら読むんですよ。そんな答案が高い評価がつくわけがないんですね。丁寧な字、汚くてもいいから丁寧な字で読みやすい字で書いてる答案の方が読みやすいですし、高い評価も得られるんで、ぜひ癖字をなくしていきたいんですが、大体ね、これは何ヶ月も指導しててもなかなか治らないですね。しょうがないです。それは受験生はね、何十年も生きてきた中で磨かれてきた字ですから、なかなか治らないんですが、ひどいものはひどいぞというチェックを受ける必要がありますね。このどれもが、これとかね、これはまあある程度自分で何とかなるかもしれないですけど、こことかがよくわかんないと思うんですよ。論理の飛躍って言われましても何がすかとか、発想のヒントって言われましても何がすかっていう風になるんで、まあ、添削指導が必須と。慶応小論文対策で添削なしで合格はまあ無理ですね。例外があるとしたら、俺は受かる自信があります。添削なしでも。それはなんでかっていうと、俺はまあ、京都大学ですね。京都大学まあ進学してて、レポートが苦手だったんですよ。レポート苦手のなんとかしたいなと思って、大学の2年生の時、めちゃくちゃレポート課題を出す授業ばっかり取ったんですね。練習しようと思って、いっぱいレポートを書きました。まあ、散々な評価がついたこともあるし、いい評価もだんだんもらえるようになってきたりとかもしました。めちゃくちゃ本も読みましたし、なんだったらね、自分で本も出してるぐらいの人間です。さらに言うと、大学でのレポート課題を散々やった上で、大学で卒業論文も書きましたし、その後社会人経験、サラリーマンもやりましたし、自分で起業もしたし、かなりの人生経験積んでるんですよ。高校生の時から12年経って、いろんな人生生経験をしました。勉強もしました。なので、俺は多分慶応の小論文、特に添削指導とか、ちゃんとした授業みたいなものを受けなくても受かる自信あります。多分まあ赤本ぐらいの答案は書ける自信があります。受験生だったらもう十分ですよね。ただね、これは12年やってるんで、高校卒業から12年間浪人するんすかって話なんですよ。それはないじゃないですかってなったら、やっぱりね、この添削指導はちょっと受けないと慶応は無理ですね。ということで、慶応の小論文対策でした。まずは傾向を踏まえて勉強していく。これはもう本当にざっくりです。本当はもっと細かいことがいっぱいあります。いっぱいあるんですが、ちょっとこの動画でね、このぐらいに押さえておきます。で、暗記していくと。これもね、大学どこ受けるか、他どこ受けるのっていうのによって大きく変わるところになってきます。それが受験戦略ですね。で、最後、添削を受けると。最低でも3ヶ月。できたら半年ほどの添削期間を設けないと、慶応小論文はきついかなというふうに思うので、ぜひね、慶応を受験しようと思っている人はですね、こういう対策をしていかないといけないんだよということは分かった上で勉強してほしいと。しかも、英語とか、そっちの方が主戦場なんで、小論文は最低の努力で突破するとしたら、まあ最低でもこれぐらいというところになるかなと思います。ということで、慶応の小論文対策でした。今回ではこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。